カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、本日のヒカクラは村人を使った全自動農業装置を作ってみたいと思います。ちょっと初めて作るんでうまくいくといいんですが、頑張ります。で、ちょっとね、村人がいっぱいいるところで、作った方がこう作りやすそうなんで、この辺に作りたいと思います。ちょっとハーハーうっさいね、これね。もうちょっと音下げようかね。だいぶ下げてあるんだけどね。聞こえないと寂しいからね、ちょっとね。 15% で。はい、ちょっと聞こえる。さあ、それでは作っていきましょう。多分慣れればね、すぐ作れるものだと思うんですけど、まず、木材、木を 2×3 で置きます。この辺でいいよね。ちょっと松明がありすぎだから、よいしょ。ちょっと邪魔よ、おっちゃん。こっからにしようかな。はい、1、2、3。邪魔。これ意外とここで作るの大変かもしれない、人が多すぎて。 2×3 だよ、おっちゃん。はい、これこんな感じで、ここに、チェストとね、ホッパーを置きます。チェストが前、もう集まってきちゃってる村人。チェストがここで、ホッパーをこのチェストにつなぐように置く。ポン、こういう感じだね。ほら、つながってる。で、次に木材、こことここに置く。で、裏側からここをね、追加するんですけど、ちょっとどいてくれ。ここに置きたいんじゃ、ここに。ちょっと村人いすぎだね、ここね。よいしょ、ここ、ここと、はい、どいてどいて、どいてどいて。ここと、ここ、あ、べべべ、ここはシフトボタン押しながら、ポン、オッケー。で、この上にね、レールを置くんですよ。パワードレールは1個。というわけで、こう、こう、こう、で、ここもこう。で、こう置いて、最後、ここがパワードレール。はい、OK。で、パワードレールといったら、レッドストーントーチなんで、この下にレッドストーントーチをポンと置くと、はい、作動しましたね。で、いよいよ農業をやっていく部分をこの上に作るんですけど、ここだね。ちょっとこれ仮で置きますけど、こう置いて、こう置いて、で、この上に水が来るので、こう仮で置いて、とりあえず仮で置くのは全部スライムブロックで置きます。で、ここ、スライムブロックの位置が水になるので、周りをね、ブロックで塞ぎます。で、この前側が、土。ここに苗を植えて育たせるわけです。はい。で、ここに水を入れる。なんか本当に最小限の大きさで作られてるよね、これ。設計が素晴らしい。よいしょ。あ、やばい、凍っちゃう、凍っちゃう、凍っちゃう。凍っちゃうんだよ。よいしょ。あ、いた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 。で、水入れます。ふっ。よしよしよし。さあ、お次はというと、ディスペンサーを置いていきたいんだけど、こうして、よいしょ。この土向きにディスペンサーを置く。これですね。よいしょ。だから、むずいな、これ。あ、こういうこと、こういうこと。できた、できた。で、このディスペンサーに木のトラップドアをつける。横に、あ、今、ここだ、ここにいるとつけられないってことか。ほ。ここかな？あ、せーの。よし！で、ここに村人をね、立たせるんですよ、最後に。それがちょっと大変なんですけど、夜なんでちょっと一回休んでいきましょうか。あと、クワを忘れちゃったので、クワを持ってくる。ただもうね、これ 80% ぐらい出来上がってると思われます。さあ、帰ろ帰ろ。これ、やばいですよ、これ。うんってしてる。ヒカクラ好き？あんたたち、ヒカクラ好き？強制的にうなずかせてるみたいで嫌だけど。まあでもね、ヒカクラの村も、こうね、ムーシュルームのこの焼肉機もそうですけど、どんどん自動化が進んでますから、ね、肉もね、困んなくなって、皮もめっちゃ取れてるからね、これ。よいしょ。さあ、寝よう寝よう。そういえば、前回の雲ね、一晩寝たらね、全部消えました。雲って不思議な生き物でござんす。よし、おやすみ。なんたってヒカクラの村にはね、ダイヤのクワがあるんですよ。あと、ガラスが足りなかったんだよね。ちょっとガラスが足りないので、確か、前回、クモの、部屋作った時に、余ったのをここに預けた気がするんだよね。あった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 。オッケー。
蜘蛛の巣に引っかかった、こんなところで。さあ、続きやってくよ。やってくよ。まずここ耕す。で、横にさっき水を置いたんで、あれ？あれ？あれ？これ、これを置いちゃうといけないとかあんのかな？あ、やっぱり、あぶねあぶね。で、じゃあ、耕してからトラップドアを置くと。あれ？乾いちゃうぞ、これ。なんでなんで？こうやってもダメ？待って、ここトラップドアここじゃなくて、この上かも。ここにブロックを置いて、ここにつければいいのかな？これで OK です。間違えてた、つけるところ。あ、ディスペンサーにつけちゃいけないんだ。よかったよかった。で、この、木のトラップドアの上に村人に立ってもらうので、この周りをガラスで、覆います。こういう感じね。高さ2段で作れば村人は出れないので、こういうことですね。てか、これ角いらないのか。こう角いらないよね。もう最小限の大きさで作っていこう。はい。ここもいらない。よし。こう、こう、こう、こう。で、もうほぼこれ完成ですね。あとはレッドストーンのちょっと回路を作れば、村人さえ乗せちゃえばもうほとんど完成。てか、まず村人乗せる方が先にした方がいいかな。大変そうだからちょっと。あの上に乗せなきゃいけないから、まず階段作んなきゃいけないんだよね。よし、こっちから行こう。余裕あるから。はい。はい。ねえ、この作業が大変だよね、マイクラはね。この、村人を何人上に乗せなきゃいけないとか、そういう装置とかを作るのがね、大変。ねえ、なんか餌で釣れないからね、村人はね。動物みたいに。そこは人間の悪いとこでござんす。もうちょい、もうちょい。ほい。OK、こんな感じで、レールを置いていきましょう。あ、ガラス、そうか、ここガラスだと、入れるのむずいから、とりあえずじゃあ一回ここ木にしとこっか。ね、直前まで行ってもらわないと困るから。ほい、ほい。ほい、ほい、ほい。ほい。じゃあこの辺でパワードレール置いて、そうだね、作るのより、こういう作業の方が時間かかるかもしんない。こうして、こう。ほい、ほい。ほい、ほい。この辺もパワードレール置いとかないと多分動いてくんないので。ほい。ほい。ほい、ほい、ほい。あとこの辺にパワードレールで動くっしょ。ほい。オッケー。これで、村人にあとは乗ってもらうだけなんだけれども、さあ、これ乗ってくれる人探さないと。全然いないよ、こういう時に限って。君だ、君。茶色いね、村人。農民じゃないといけないんで。これ、ヤシとか釣り師とかそういう人ですね。さあ、乗ってくれ。乗ってけろ。乗ってけろ、おっちゃん。乗ってケロケロ。はい、おっちゃん。ツアーだよ、ツアー。よし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 。行ってちょうだい。ゴー。ふぅー。はい、よかったよかったよかった。よしよしよし。いやー、いい子いい子。ドゥク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 。ポットンって落ちるかな、これ。もしかしたら。斧でやると怖いからな。ああ。はい、落ちて、落ちて、落ちて。よし、できた。いい子、いい子やな。うん、うん。よし、じゃあこれ壊していきます。やばい、暗くなってきた。撤収、撤収、撤収、撤収。撤収、撤収、撤収、撤収。ほい、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 ほいと。もうこの村人にはね、一生この中にいてもらうから。あ、やばい、やばい、やばい。ここ、ここ。危ない、危ない、危ない、危ない。危ねえ。ここもガラスでございます。よいしょ。ああ、いいね。この斧、いい斧だわ。切れ味抜群。で、あとは、後ろ側にレッドストーン回路を作れば、ほぼ完成なんで、寝てから行きましょう。モアイで寝るよーん。気持ち悪い、モアイで寝るよーん。今日も気持ち悪いね。おやすみ。さ、おはようございます。本日も頑張ります。はい、それでは続きやっていきますが、ちょっとね、こっからあんまり自信がないです。というのもね、このディスペンサーを
なんかこう多分何カッチンカッチンってこう作動させるためのレッドストーン回路を作んなきゃいけないんですよ。それがねあんまり作ったことない感じなんで、ちょっと待って、村人の中に、村人の中にっていうか村人のところにトロッコが取らして、あ、よしよし。それではまずディスペンサーまでレッドストーンをつなげるための階段作ります。こう作った方が早いか。よし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 、こうで OK。 よし、でレッドストーンでつなげていきます。こっからディスペンサー、こうつなげていく。でこっからだね。なんかねクルリンパってなるようにするんですよね、こういう感じで。でここにコンパレーター、はい、コンパレーターを置きます。でこれのボタンがよくわかんねえんだけどさ、あば、これでいいのかな。でさらにこっちにつなげて、はい、どいたどいた。でここに最後レバーを置くんですけど、あとレッドストーンリピーターが必要なんですけど、ちょっと今ないので持ってこなくては。リピーターここ、あった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 、よし。コンパレーターは多分この向きでいいんですけど、リピーターをこっち向き、逆走させる向きでうえに置く。で最後にここをつなげる。これで多分いいはず。さあ本当の仕上げに入ります。あとは、このトロッコとホッパーで、ホッパー付きトロッコにして走らせます。ここにいよいよホッパー付きトロッコを置く、そして走らせる。ほら、よし、これでずっと回収してくれると。あれ、村人そこに登ってる一人、まあいっか。で、村人に種をなんか8スタックくらい持てるらしいんですけど、とりあえず今持ってる分全部あげます。これを持ってると、農業をしてくれるわけですね、村人は。はいはい、多分これあげれてるでしょ。はいはいはい、うん、全部受け取ってくれてる。そしてディスペンサーに骨粉、これを入れる。はい、本当はマックスに入れていいんですけど、今これしかないんで OK。 一応完成です。イエーイ。さあそれでは後ろの、装置を動かしてみましょう。これ動くのかな、間違ったらすみません。せーの、はい。おおおお、え、え、これ骨粉出まくってるってこと？え、これ村人買ってくれないのこれ？え、嫌な予感。あ、大丈夫だ。これでいいのかな？多分いいと思うんだけど、これ村人バサってやってくれんのこれで？あ、やってくれた！お、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 すごい、すげえ、すげえ。想像以上にすごいぞこれは。カッチン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 、邪魔邪魔邪魔、見えない見えない見えないよ、おっちゃん超すごくないこれ。でここに、あ、べべべ。であとはこの中に入ってれば完璧。せーの、入ってる。ちょっと関係ないの入ってるけど、なんか苗も入ってきちゃうんだけど、まあでもこれはいいね。ほらこれ楽だよ。せっかくなんで、じゃあ、苗とコップマックスにして終わろうかな。なあ、おっちゃんたち、元気か？茶色い頭たち。うふわ。いろんなところにこの茶色い頭コーナーあるんだよ。そう、本来ね、いい村人をちょっと埋めといただけなんですけど、どんどん落っこちちゃってね。いやー、いいもんできたね。これで小麦ができることによって、その小麦でムーシュルームも、増やせるし。いい循環がー。生まれるんですわ。ただまさかね、あんななんかピン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 ってあんなにいい動きすると思ってなかったんで、回路ってすごいね。骨粉、骨粉、骨いっぱいあるからな、そもそも。はい、いやあれやばいね、もう今行ったら少し溜まってそうだもんね、なんかね。うい、にしてもあの選ばれた村人かわいそうだよね。とんでもないスピードでね、永遠に農業しなきゃいけないっていうね、あの人は辛いわ。ちょっとヒカクラ栄養賞あげようかな。ほらほら、相変わらず頑張ってる。おお、すげえ、34も溜まってる。それもここにね、苗が溜まっちゃっても後でこうやって取り出して上にまた入れればいいんだもんね。上の村人に渡せばいい。はい、ここに骨粉。おお、減ってくね。よし、 OK、 マックス注入完了。で、あとは村人に、さ、村人さんにあとは苗をあげまくる。うい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 、もう持てないくらい多分あげてるんだけど、
こんなもんかな。ほい、オッケー。一応持てないぐらい上げた。 あとあれか、ここ松明、よし完璧。ウフー、いいもん作ったね。はい、ということで大成功ですね。今後ね、肉だけじゃなくてちょっとパンも食べていきたいと思います。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして他の動画もぜひ関連動画などからご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バイ。